友近のサタデーミュージックボックスえー、そして、その天海ゆうきさんを、うん、使っていろんな面白いことを考えていくのが私の役のテレビプロデューサー役ということでね。なかなか、 まあ普段ね、私が芸人として、え、お仕事をしてる相手がテレビ局のスタッフさんなんですけど、私から見る、まあプロデューサーさんとかディレクターさんってこんな人多いよな、みたいな、あるあるも入れていきたいんですけど、なかなかね、うーん、ちょっとそういうアドリブも入れれなく、言ったらやっぱりそのプロデューサーのキャラクターっていうのがね、演出家の人とか監督の中ではありますからね。うん、私はね、あのー、 こうであってほしいっていうのを演じたいんだけど、やっぱちょっとデリカシーのない部分、まあそれはリアリティありますけどもね、デリカシーのない部分が描かれてたりするし、えー、でもまあ凛とした、シャキシャキしたしっかりしたプロデューサー役なんだけど、どっかにやっぱちょっとお茶目なとこも入れていきたいななんていう願いもね、あの、監督さんにお話ししたんですけれどもね。 まあでも天みゆきさんとのやりとりがね、今後増えてくると思いますので、皆さん楽しみに見ていただきたいと思います。朝ドラのね、朝が来たの梅さんとはもう全く違う役柄で、まあ梅さんは良かった。私やっぱって人のために生きていくというかボランティア精神で、なんか自分の幸せは後回しにするみたいな役どころがやっぱりやりたいし、合うと思う。<laughs> うん、そういう表情をしたいわけよ。で、どっか分けやりの人を演じたいからさ、素性が知れないみたいなね。うん、この人もなんか過去あったんやろな、でもこうやって今生きてきてるんやな、みたいなバックボーンが、いろいろとある人の役をやりたいんだけど、まあ、今回のプロデューサーもザ・テレビマンっていう感じなんでね。 あの、キャラクター的な面白みったら、うーん、どうなんかなってなるんですけど、でもドラマ自体はすごく面白いのでね、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。えー、富士テレビの木曜10時のドラマでございます。よろしくどうぞ。さあ、それでは、まあ、秋の曲、ここで聴いてもらいましょうかね。オフコースオフコースで、秋の気配。さあ、それでは恒例の何でもベスト5発表したいと思います。 もうそんな年、年齢を聞いて驚く男性芸能人ということで。第5位は、大五大五っていうのはあの、北川景子ちゃんと結婚した大五さんですかね。えー、大悟。38歳ということで。あ私、そうですけどね。多分38やろうなと思ってました、私。そんなもんでしょう、うあの感じは。まあ、肌は綺麗けどね。うん、まあでも、そっか、落ち着きじゃないのか。ウィッシュウィッシュ言うて。 それで言うと、まあ、27、8の若者って感じもするか。うん。まあでも38歳ですわ、われははい。意外としっかりしてますしね。はい。第4位。ジ・アルフィーの高見沢俊彦さん。62歳。あ、これは見えない。もうやっぱりミュージシャンはわかんないですよ。だって内田優也さんっていくつ ?105 歳ぐらいでしょ、多分。 だからね、ミュージシャンの方やっぱ見た目奇抜ですし、髪の色も変えてるし、着てるものもロックですから、わかんないんですよ。じゃあまあ62歳って言われば、あ,あそうなんやってなるかもしれんし、普段の62歳の、やっぱ自分の、あの、お父さんみたいなのを想像すると、それは違うと思いますよ。うん。62歳です。かっこいいですね。第3位は、V6 の三宅くん、37歳。 まあ、もう、でもそうでしょ。V6 も長いですよ。芸歴20年以上も経ってるでしょ。うん、そうでなると、もうアイドルっつったってもう30、40近いですよ、みんな。はい。ええー、もうその後、そんな年年を聞いて驚く芸能人。第2位は、ビーズの稲葉さん。51歳。おおまあ、短パンのイメージやからね、51って聞くとええってなりますけど、まあ、でも51ですよ。よくよく考えると。パッ。 という、こう聞くとね、びっくりするんですけどね。うん、みんなそんな年ですよ。だって自分の年も考えてくださいよ。私なんかまだ今20代って思って喋ってるんですけど、もう43ですから。大学時代の友達と久々に会うけど、この前の話みたいにやっぱ大学時代の話しますからね。もう30年近く経ってんのに。わからないですね。本当に。稲葉さん51歳だって。それでは。 1> 第1位いきますよ。もうそんな年、年齢を聞いて驚く男性芸能人第1位は、田村正和さん、73歳です。おー、てばてばたかです。山瀬バばびです。<laughs> いやー、73歳ですか。やっぱあの、ヘアスタイルとかもお変わりないので、あと表情が。まあ、あそうなのかなー。 多分ずっともう年取らないような気がしますよ、あのままだと。うん。まあだって私が小学校の時から見てましたからね、そのうちの子に限ってとか。あの時でもう30代でしょ、おそらく。だったらもうそうなりますよ。30代とか40代行ってたのかなうーん。そっかぁ。たまらまさかずさんは一度もお会いしたことない。 私誰と芸能人の方をお会いしたいですかってよく聞かれて、まあ、大体もういろんな方とお会いしたんで、って、こう即答できなかったんですけど、田村正和さん会ってみたいわ。生で見るとどんな方なんだろうかっていうね。うーん。田村正和さんに気に入られてみたい。ちょっとわかんないから、本当に。どんな方を好むかが。はい。ということで、もうそんな年年齢を聞いて驚く男性芸能人ランキングでした。 さて、では、真夜中の喜怒哀楽行きましょうか。真夜中の喜怒哀楽、まず、喜怒哀楽ボックスから、喜、喜び。何に対して喜びのアイドルああ、アイドルはもう80年代アイドルでしょう。 私、あの、今、ヒルナンデス出させてもらってるんですけど、ヒルナンデスでこの前もオンエアされましたけど、80年代の思い出の地を巡るとかいうね、80年代ツアーっていうのをやったんですよ。これ私が持ち込み企画なんですけど、やっぱり80年代っていうのは昔から好きや好きやって言ってますけど、ここのところね、あの、au の CM とかにしても、80年代のめ猫ブームみたいなのね、えー、あと80年代のディスコみたいなのとかをね、 こう再現したような CM やってますやんか。ああいうのもあって、やっぱ80年代は、80年代に生きてきた人じゃない、今の人でも多分興味あると思うんでやりませんかっていう話をしたんですよ。 な、まあ、スタッフさんもね、まあ、30代後半とか40代前半の人とかも結構いたりして、まあ、若い方はポカンとしてましたけども、あとまあ、おっちゃんプロデューサーの方もいるんで、ああ、もう面白そうだねっていうことで。で、一緒に共演してる虻川さん、北洋の。アちゃんは私より一向下の42歳かな。まあ、ほぼ同年代で。で、80年代の話で一番まあ、盛り上がるのは、藤原の藤本さんね。あとまあ、爆笑問題の田中さんとかもいろ,いろいろいらっしゃるんですけど、バッファローゴローさんもそうですけれども。まあ、企画として、 こう、みんなで、わー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 ,ー、80年代の知識を言い合うんであれば、まあ、アブちゃんとあった人、あとまあ、藤本さんと。で、まあ、もう一人誰か入れたいね、みたいな。 で、まあ、80年代で活躍してた人、実際に活躍してた人は、多分、あの、もうその世界でその時代生きてきてる人やから、客観視がもしかしてできてないかもしれないんで、うちらはテレビを見てた人間やから、多分いらん知識がいっぱい入ってるんですよ、くだらんことが、っつって。だから多分、80年代にテレビを見てた人で、そういうグループを作ってロケしませんかということで、まあ、藤本さんと、アブちゃんと私、そしてま、アナウンサーの三浦ちゃんと、 ねえ、最後に。 ま、80年代に活躍したアイドルの方、ちょっとゲストでバンド出てきてもらうっていう感じにしましょうということでね。で、まあ、前回もそのロケをしてオンエアしたんですけど、結構好評で第2弾をやりましょうということでね。まあ、80年代といえば私は毎度お探ししますが好きやったりとかね。あと、ま、このテレアさんで言うと、まあ、同様ワイド劇場のね、やっぱりもう70年代、80年代の映像のが一番好きやったんですよ、私。ただその時代に活躍した女優さんとか、あとロケ地を巡るとかね。あと、まあ、あの、歩いてるところで気づいた、あの、80年代、 目につくものものったりとかあとととかかかあ流行語とかそういうまあ、クイズとか、前回はイントロクイズもやったんですけどもね、全員でなんか80年代を言い合うみたいなのをやりましょうということで、多分年内でもう一回するんですけどもね、そういう80年代の、 まあ、アイドルの話を聞くと、私はもうテンションが上がっちゃって喜ぶという。何のコーナーやったかなと思ったけどそうか、喜怒哀楽のコーナーでしたわ。そう。やっぱ80年代の話をすると楽しくなるってところかな。イベントでもこの前やったんですよ。大阪の漫才劇場で。80年代がメインで、イントロクイズ大会っていうのをね、私優勝いたしました。はい。まあ、ドヒさんと私が最後チームを組んでね、超イントロと、あと、昔の、うん、80年代の、 歌の歌詞を今の芸人若手の子が朗読する。さあ、これ何の歌でしょうかって当てるとかね。あとは、まあ、あの、ダジャレの BGM が流れてて、それは何の商品を紹介してるかって。これ、ま、詳しく言えば、例えば、納豆を紹介する部位だとしたら、BGM がネーバ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 とか、あとネーバエンディングソーリーが流れたりとか、その商品にまつわるダジャレの BGM が使われてる番組を集めて、えー、曲は、 オフにして映像だけ流して BGM に何が流れてるでしょうかっていうクイズとかね。これはね、私、えー、他の番組でもやってないんちゃうかなと思うんですよ。 これはもう私のオリジナルのクイズとさせていただきたいです。これ単独ライブでもちょっとやろうかな。このコーナー。ね。そういうの好きそうなメンバー揃ってますからね。はい。ですので、まあ、80年代はもうどん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 もっと広げていきましょう。これからもっと流行っていくと思うし。80年代にほんと芸能界言いたかったなと思いますもん。あの華やかなね、お金もあった時代。でもやっぱり今みたいに、なんてうの、SNS みたいなのがないから、全部みんな、電話、そして口コミ。 これで言ってた時代ですから。それであんだけ CD も売れたり、ね、レコードも売れたりとか、ああいうアイドルの本とかもめっちゃ売れてましたからね。あの時代に戻りたい。私は今もスマホ持ってますけど、全然使えないですから。人の電話も、前も言いましたっけあの、新しく人の電話番号を登録したくって。ちょっと私の電話にワンコール鳴らしてください、言うて。えー、鳴らしてもらって。で、出るでしょ相手の電話番号。が私のこのディスプレイに。 で、それをどう登録してか分かんないんですよ。絶対登録し方すぐあると思うんですよ。で、それを私はまず紙に書き写す。で、書き写してからまた打ち直すというわけの分からんことをやってるんですよ。誰か教えてください。スマホ便利なはずやけどなぁ、ほんとに。 さあ、ということでね、まあ、私もアナログですよ、みたいなエピソードがあれば、皆さんも送ってきてくださいそして今の使い方を教えてください。どうやっていいか。はい。<laughs> では、前回ちょっとチエコさんがもう3分ぐらいの出番やったんでね、ここでバトンタッチしたいと思います。チエコさんの ちエコの予告書ラジオでございます友近ちゃんも本当に不器用というかさ器用でやってんのかなって思ったらそういうとこ本当なんかアナログ人間っていうかおばちゃんなのよねチエコの方がよく知ってんじゃないだってちえコインスタグラムやってんだようんでも実を言うとねチエコもそういうとこちょっと弱くってブログは自分でやってんのでインスタグラムも自分でやってんだけどあのインスタグラムというものを どうやってアップしていくかが分かんないから、文章と写真をチエコが書いて、それをチエコの事務所の人を経由していつもあげてもらってるわけ。でも文章と写真は全部チエコだからね。そこだけは言っておく。 うん。だから一度ね、あったのよ、チエコがね、テレビに生放送で出てんのに、その時間帯にアップされたことがあったんだって。そしたらさ、チエコさん今テレビに出てんのに、じゃああれ人が書いてんのみたいなことがあったの。そうそう。これを言わなきゃいけないと思ってこと。そう。あれは、あの、そのチエコの事務所の人がミスったわけよ。騙してたわけじゃないのよ。あの、チエコがもちろんアップしてるってみんなは思ってるんだけど、そういう写真のシステムアップもチエコがやってると皆さんもちろん思ってたと思うんだけど、それはスタッフさんがやってるの。 でも、やっぱりチェコが生放送に出て,てその時間にアップされたらやっぱおかしいじゃん。文章もチェコちゃんがやってないんじゃないのって思われたらダメだから。あれはチェコが書いて、写真もこういう風にして、じゃあこれを今から機械でアップしてくださいって言ってん機械かどうか、その辺のシステムがチェコも分かってないから。うん。 でも、ブログにしても、インスタグラムにしても、文章はチェコが書いてますし、写真もチェコが選んでやってますんで。それを、あの、皆さんに見てもらうように、段取りするのはスタッフさんにやってもらってる。そういうことです。はい。あ、言えてよかった。 じゃあさっきともちかちゃんが読みかけになったサスケザイモンちゃんのこれ、メールね、ご紹介したいと思います。毎週楽しく聞いてます。ありがとうございます。早速ですが、ご当地って色々ありますよね。ご当地キティちゃんに始まり、ご当地キャラクター、ご当地アイドルなどなど、その中でも外せないのがご当地グルメじゃないでしょうか。特に僕がハマっているのがご当地ハンバーガーです。例えば、北方ラーメンバーガー、佐野牛丼バーガー、宇都宮餃子バーガー、奇襲梅バーガーなどなど、各地にいろんな変わり種バーガーが

やっぱり地方にさ、いろんなコンサート行くじゃないまあ、前乗り、前の日から行く場合もあるし、その日もちろん、あの、コンサートとか終わって止まるじゃないそして打ち上げが終わって帰ってきて、まあ、12時過ぎでしょそこからやっぱり、そのご当地のローカル番組ってや,やるわけよ。あ、地元でこういうタレントさんが活躍してるんだっていうの勉強になるじゃないそしたらその人の名前をメモっておいてさ、次その人になんか司会をやってもらおうとかさ、あとその人の話題を出すと言って、まあ、地元の人喜ぶわけよ。千恵子さん、この地元のこと わかってるっててるなもんで、うん、そして、あのー、告知をしてもらおうみたいな時とかもね、そういう情報番組を覚えてたらさ、ゲストに呼んでもらおうってうことで、こっちで営業もできますし、そういう意味でご当地情報番組っていうのはチェックしてます。 そういう感じでよろしいでしょうかもちろんグルメはそうですよ。打ち上げなんかやっぱりもうご当地のもの食べたいからやるわけであってね。うん、ご当地のお酒がちえこ大好きだから、まあ地酒ね、地ビール。そしてやっぱり、あの、まあお肉にしても、お魚にしてもそうなんだけど、その土地土地で取れるものうん、そういったものは絶対に、あの、ごちそうになるわよね。うん この前は、広島の方でコンサート行ってきて、やっぱり広島焼きが食べたいわってことで広島焼き食べに行って、で、そうね、宮崎行った時はやっぱり宮崎牛が有名だからさ、あと、湯布院の方にも大分の方、大分はやっぱり唐揚げが有名だから、唐揚げも差し入れもいっぱいもらっちゃって、いろんな唐揚げを食べ歩きして食べ比べしました。 今度はね、おそらくまディナーショーでいろんな地方に伺うんだけど、宇都宮はやっぱり宇都宮餃子でしょで、松山はやっぱりぶっかけタイ飯食べるでしょあとデュエットのパスタでしょあとそうね、名古屋はあの、味噌煮込みうどんは食べるでしょそしてひつまぶしも食べるでしょもうブクブク太っちゃうわけ。だから、まあ年内は太るのは仕方ないから、来年からダイエットはまた始めて。うん、ライザップみたいなのもやってみたいなと思うわけ。チェコライザップやってみようかしら なんか、よく CM やってるもんね。友近ちゃんは DHC でやってたから、チエコはライズアップってことで。ちょっとこっちから営業しようかな。やっぱり何でも自分から営業かけるってことは大事よ、皆さん。やりたいことはどんどん自分で手を挙げていきましょうね。今日コメントが届いてんだ。岩崎ひろみちゃんからね、チエコにコメントが届いてんだって嬉しい。元気かなキーポンでお世話になりました。ひろみちゃんお願いします。チエコ先生、こんばんは。えー、博多でお世話になりました。 まだ41年ぐらいの岩崎宏美です。<laughs> あの時にもあのいろいろ素敵な言葉をかけていただき、えー、歌謡サスペンス劇場のテーマソングに岩崎宏美ちゃんがいいんじゃないって言ったのは私なのよっていう言葉を聞いてねあの、驚きました。そうだったんだと思って。 まあ私にとってはあのマドンナたちのララバイという曲あの曲が今の私にとってもね一応代表曲なのでその代表曲を作ってくれたきっかけを作ってくれてたんだなって思うと本当に頭が下がりますあのお友達の友近さん私ねとにかく友近が好きなんですどこが好きかというと目の付けどころかな あの、ついこの間も電車に乗っている時に地下鉄だったんですけど、私の隣の女の子がなんか膝にくっついているものでも撮ってるのかと思っていたら、二つ折りになって寝てたんですね。<laughs> それをね、どうしても友近に見せたかった。<laughs> なので、ちえこ先生、あの、友近にやったらそのことを伝えておいてください。で、私は最近、ピアノソングスという、 新しいアルバムを出しました。これはジャズピアニスト、国部ヒロコさんと二人で作ったアルバムで、今、ピアノソングスというタイトルでコンサートも回っているんですけれども、ピアノの音色と私の歌声だけで作ったアルバム。あの、マドンナたちのララバイ、シシウキ、スミレ色の涙、代表曲はも,もちろんなんですけれども、このツアーのオープニングの曲となっているスカボロフェアとか、歌との出会いは同様でしたので、 同様、七つの子、赤とんぼ、ふるさと、それから、二人の好きな洋楽メドレーなんかも入れています。まあ、全部で12曲入ってるんですけれども、ぜひ聴いていただきたいなと思っています。どうぞこれからも、まだまだ、私は中堅どころですけれども、よろしくお願いいたします。岩崎宏美でした。 はい、ひろみちゃん、ありがとうございました。もう、でも41年経って、もう立派なもんですよ。チェコは、それはね、50年でやってるって言ったってさ、やっぱりあの、活躍の場がね、あの、質がいいのよ。ひろみちゃんの場合は。うん、その、まあ、2時間ドラマのね、サスペンスが、あの、ひろみちゃんの声ぴっかりだからいいんじゃないって言ったのはもちろんチェコなんだけれどもね。でもやっぱりそのチャンスを活かしたのはひろみちゃんだから。 で、それからも名曲もたくさん出しましたし、それになんなんでしょうね。あの歌声聞くとね、あの広い大地に行きたくなるわけよ。なんて伸びのいい声で、清々しいんだろうかっていう。でもなんかちょっとドラマチックな声質でしょひろみちゃんにしか出せないから、あの声は。うん、だからもう、ちえこも大ファンだったからさ、キーポンの福岡声に、ね、来てもらって。 わざわざ来てくれたんだけれども、一緒にコラボができてよかったなって思ってます。これからも、ひろみちゃん頑張ってください。また一緒にお仕事しましょうね。お忙しい中コメントありがとうございました。で、ともちかちゃんにも言っておくね。うん、だからひろみちゃんもね、いろんな人をこう観察するのが好きというかもう癖みたいよ。そういう部分ってやっぱり価値観が一緒だと気が合うからさ。うん、また今度ともちかちゃんも交えてお食事しましょう。葉山のベストにご招待します。はい。では、今月の一曲行きましょうか。 この曲を聴きながらお別れですキュピトロンちゃんで銀河鉄道3ラインですどうぞ